どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、ハンターハンターコラボの新キャラクター、カイトを使っていこうと思います。はい。このキャラですね、バインドにスキブ3つで27ターン変身のキャラなんですけど、まあ、10ターンルーレット1個作ってから、2コンボ加算、そしてランダム変身となっております。はい。変身が完全ランダムで、まあ、27ターンすぐ変身できるんですけど、その後3形態あります。はい。こちらですね、まず1段階目、まあ、これ全部ランダムなんで1段階目とかもないんですけど、大釜からです。はい、この形態は副属性に闇属性を持てるのが特徴です。スキルもね、闇を最上段を闇に変えて3ターン闇の攻撃力が2倍と圧倒的火力特化になります。はい、リーダースキルは闇の2コンボでダメージ軽減、攻撃力が8倍、固定1000万ダメージ、闇の全パラが 2.8 倍となっております。はい、で続きましてこちらの形態ですね。はい、銃の形態です。こちらはね、副属性木なんで、火力自体は下がりますが、その分ですね、ドロップロックを解除、回復以外から闇を6個生成、3ターン3コンボ加算というスキルを持ちます。はい、リーダースキル覚醒は全て一緒です。はい。で、最後にロッドですね。この形態も副属性光なんで火力は下がりますが、スキルがですね、ロック解除に闇と回復を15個ずつ生成、3ターンダブル吸収無効となっております。属性吸収、ダメージ吸収無効ですね。まあ、スキル的にはこの形態がズバ抜けて強いかな。3ターンでこれが打てるんで、かなり化け物になってるかなと思います。はい。リーダースキルも同じって感じになってます。今日はそんな回答をですね、実際に遊んで使っていこうと思います。はい。では、ミストバーンと組み合わせてね、コンボ強化パーティーで使っていこうと思います。編成紹介していきます。まずは回答です。遅延4に神キラー、そして荒らき装備継承です。はい。闇コンボ強化に毒耐性あるって感じ。で、チャコールですね。暗闇耐性プラス、上限解放、そしてオーディン装備継承です。序盤の兵装で使っていきます。チャコールはもう完全火力要員です。で、軽減ループ貼れるからって感じだね。で、ダースベイダーです。10強に上限解放、神キラー。そして4連月だら継承です。同じくダースベイダーも火力枠で使っていきます。はい。そして、ガローですね。スキルブーストプラス、上限解放。そして、戦国装備継承です。はい。序盤のスキルダメ用ですね。で、キルバーンです。遅延4に HP 強化ついてますが、潜在は完全自由です。何つけてもらっても大丈夫。アシストは埼玉じゃなくてね、デスファリオン武器つけてください。デスファリオン武器がおすすめです。今回代用で埼玉使っていきます。最後、フレンドミストバーンです。実況に上限解放、コミキラー、神キラー、そして埼玉装備継承って感じです。まあ、カイトがですね、1000万ダメージの追い打ちと闇にコンボで軽減、攻撃8倍の全パラ 2.8 倍あるので、カイトの闇にコンボに合わせてミストバーンのリーダースキル、こちら闇にコンボでダメージ半減、火力6倍、4コンボ加算、闇の HP1.6 倍に攻撃回復が3倍ということで、この2人合わせて今日は4次元で遊んでいこうと思います。はい。まあね、ブラックバードとか全く入ってないんですけど、それでも闇コンボ強化の編成ってめちゃめちゃ強いしね。あとカイトのランダムスキルが噛み合えばこの編成は最強になると思うので、今日は実際にこちらの編成使って遊んでいこうと思います。ということで使っていきましょう。さあ、ということで1階層から遊んでいこうと思います。いきましょう。まずは1階層ですね。とりあえず遅延入れながらスキル試していきます。はい。で、まあカイト変身さえできればね、あと特に変身したいキャラキルバーンしかいないんで、カイトとキルバーンさえ変身できれば大丈夫です。はい。じゃあまずは1階層からですね。とりあえずガロ継承の戦国武器、チャコル継承のオーディン武器ですね、打っていきます。はい。で、オーディン武器打って、からのガロを打っておきます。はい。では、からの1コンボ。はい。で、その後ですね、4連月ダラ武器打ちます。で、カイト変身です。さあ、何形態？木ですね。木は3コンボ加算です。まあ、正味この形態が一番外れなんで、まあ、すぐに溜まり次第また使っていきます。で、その後キルバーン変身です。で、その後突破していきましょう。まあ、一旦ちょっと、あ、どうしよう。もう別にこれ火力出るか、まあ、火力出るならどっちでもいいので、はい、これで火力出していきましょう。一回キルバーンリーダーの場合は3コンボ加算あるんで安定感とんでもないですね。はい、これで殴っていきます。で、こっからはね、カイト溜まってるんで、もうカイト撃っちゃいましょう。はい。で、また闇の全体攻撃入れながら殴っていくんですけど、まあ、1ターンスキルダメしてからにしましょう。あ、でカイト光ですね。この形態は属性吸収、ダメージ吸収打てるんでめっちゃ強いです。はい。で、この編成ね、カイトを頼る編成かと思いきや、カイトのルーレットがどれだけ外れても立ち回れる編成になってるんで、例えば、このカイトの属性吸収無効がないから負けるみたいなこともないです。はい。そう。なので、カイトが光じゃなくてもね、そう、見てわかる通りね、埼玉武器が溜まってるんで、そうなんですよ。
この編成実は捨てがないっていうね、とんでもない編成になってます。はい。で2階層ですね、闇は全体なしで闇コンボ強化入れてあげれば OK です。でキルバーンとガロを打って立ち回っていく感じかな。じゃあここはキルバーン打ちましょうか。闇6個生成なんで。で指減少中だけね、パズルめっちゃ難しいんで、ここはちょっと頑張ってください。ほらほら、はい、こんな感じで盤面6コンボ組めれば OK です。で今回はカイトのね、このスキルがあったんで安心ですね。でじゃあここもカイト打って、カイト耐えましょうか。はい、カイト打ちます。カイト普通に強いからね。でコンボ加算はでもなくなっちゃってるんで、これでいいかな。はい、これで10コンボ入れていきましょう。コンボ加算ないのは仕方ないんで、さあこんな感じでコンボして倒しきっていきます。はい、で続きまして3階層ですね、本来は埼玉武器を撃つんですけど、今回カイトがね、3ターン属性吸収ダメージ吸収無効形態だったんで、まだここは埼玉を撃たずに行きます。はい、どうせワンパンちょっと厳しいところはあるんで、この指が短い状態だと。さあ行きましょう。どう組もうかな。闇のこんな感じかな。あ、でもこれだったら9コンボなんですよね。9コンボはこの編成火力めっちゃ低いんで、はい、まあ、仕方ない。まあ埼玉武器打ってないんでね、大した問題はないです。いや真ん中倒しきりたいところなんだけど、真ん中倒しきると発狂しちゃうんで、まあ、どうせ埼玉武器あることを考えて、ここはまず左から殴っていきましょう。はい、10コンボ、あと2ターンなんでね、そんな焦らなくて OK で、これで左落としきって。いやでもね、ガロー打つとね結構コンボ怪しいんだよな。だからここはもうカイト打ちましょう。はい、ここはカイト打って3コンボ加算で殴っていきましょう。いきます。で、まあ、カイト木の形態もね、こういう盤面厳しいタイミングならめっちゃ強いからね。はい、これでカイトの3コンボ加算入れて、でまずは左側の突破です。はい、でちょうどこれで指減少もなくなるんで安心ですね。あとは埼玉打ってあげて、指も11秒あるんでね、落ち着いて組んでいきましょう。いきます。さあこれで OK ですね。回復力減少も指減少も消えてるので、このまま10コンボ組んで倒していきます。かつカイトの3コンボ加算もあるんで OK、 楽勝ですね。倒していきましょう。はい、で続きましてカイト、このね、大釜の形態ですね。この形態はとにかく火力が高いです。はい、とにかく火力が高いので基本的にぶっ倒せます、敵を。どっち打とうかな。キルバーン打ちましょうか。キルバーン打って格殺していきます。この形態のカイトがいるときは火力の心配なくなるかなって感じ。あー、ルーレットあと1ターンだ。カイトのルーレットめっちゃ強いんだけどね、消えちゃうんですよね、残念ながら。はい、闇の3セット組んで12コンボ。さあこのまま全力コンボで倒していきます。 OK、 さよならカイト。これでまたカイトは消えちゃうんで、こっから普通に殴っていく必要があるって感じで、5階層はガロー打ちましょうか。ガロー打ちます。まあ、とりあえずも耐久はしよう。闇にコンボだけは絶対組まないようにして、スキルダメでガロー打ちます。ここもカイトの火力を思いっきり出したいので、闇の全力コンボしていきましょう。いいですね、闇の4セット。ちょっと待ってね。はい、闇4セットでだいぶ火力出ると思います。これで13コンボです。さすがにカイトもカンストですね。あの副属性カイト4億ぐらいなんでね、エンハンスないなら。まあそんなに別にカイトこの大釜形態じゃなくてなんとかなりそう。でもこのカイトの形態さ、エンハンス打てるんだよね。このエンハンスめっちゃ強くないか。これカイトのこの形態のエンハンめっちゃ強いよな。でここ初手はキルバーン打ちましょう。まあ、次ガローなのがちょっと嫌っちゃ嫌なんですけど、まあいいでしょう。まあ、この編成はとにかくミストバーンが軽く頑張ってくれると思うんで、42億までに関しては全然ミストバーンだけで事足れると思うんだよね。
闇の2セットくらいでも十分火力出ると思うしですね。副属性25億ミストバーン出てるんで、この編成はミストバーンとキルバーンはやっぱ火力の鏡ですね。本当に強い。でここ10コンも結構むずいんで頑張っていきましょう。そうなんですよ、4コンも重なのでちょっとむずいんですよね。ちょ待てよ、これ変えて OK。 何コンボだこれ。ナイス12コンボ、ナイス落ち込ん13コンボ。さあこれで倒していきましょう。もうミストバーン任せです。完全にもう完全にミストバーンに頑張ってもらいます。この編成ほんとミストバーンがブラック企業なんで、ミストバーンにこういう攻防撃キャラは抜いてもらいましょう。さあ長いっそう、まあダースベイダーは撃つんですけど、つながってるやないかい。落ち込ん1コンボお願いします。終わったー終わったー。さあということでやり直してまいりました。じゃあ実際にちょっとねここも倒していきましょう。ガロー撃っちゃったせいでカオスなことになってますけど、ルーレットがあるんでね、ルーレット利用して全力コンボしていきます。いきましょう。闇分割の回復分割の木の分割のここで闇作りのこれで6コンボですかね。はい、ちょうど10コンボ組んで倒していきます。まあさすがにね、無効感スキル貼ってますのでこれで突破可能です。で続きまして8階層読みですね。読みに関してはまあ普通に盤面で突破するか、まあ、キルバーン打つとかで OK です。11コンボ必要なんでパズルだけ頑張っていきましょう。んじゃあここはキルバーン打っちゃいます。ここ全力コンボ必要なんでね、パズル頑張ります。だいぶいるしな。さあ頑張れ。え、これ足りてるよね。これ11だよね、多分足りてると思う。11だと思います。でしっかりとワンパンしていきましょう。 OK。 危ないね、ルーレットあると盤面7コマも意外と難しい。で9階層オシリスはチャコル軽減打てばいいんですけど、まあ、てかここもチャコル配置に打っちゃいましょうか。別に残す必要ないんでチャコル打っておきます。はい、からのカイト打ちます。はい、カイト打つとですね、なんと属性吸収無効ありますので、これでカイトで属性吸収無効対策、さらに闇の5セット、これカイトね、ランダム変身とはいえどもめちゃくちゃ強いところですね。まあ、ちなみにエスカマリでもカイト使えるんで、カイト打った後は必ずすぐに変身しておきましょう。さあこれでワンパンです。ナイス。11階層でねカイト変身チャンスあるんで、そっちで変身すれば大丈夫です。でインドラに関してはキルバーン打っては OK です。6解除プラス闇生成していきます。あ、ミストバーンもあるんでね、ミストバーン打ってもらっても大丈夫。ミストバーンの闇生成もめっちゃ強いんで、どっちで打っても大丈夫です。さあ落ち込が乗ればラッキーだけど乗らない。これ回復力検証食らっちゃうかな、骨 HP だと。8コンボ以下吸収は回復力が激減 OK、 激減は大丈夫。さあちょっとじゃあこれカイト溜め直しですね、一旦今のうちにカイト打っておいて、さあ光木か、木はねダメですね。まあ、ダメってわけでもないけど、まあ、今はいらないかな。エスカマリ対策で光にしておきたい気持ちはある。まあ別にねエスカマリもねなくてもいいんですけど、調整するのめんどくさいんでね、そう木の方が便利なんですよ。あれ待って、これワンポンできなくない？あ、これまっつい、だいぶまっつい。キルバーンかチャコルか、まあ打つならキルバーンでしょう。チャコルじゃない、ミストバーンかなんだけど、17だもんね。9333、まあ一応ミストバーン打ってガロー打つのもありっちゃありだけど、その場合闇21。いや、なかなか厳しいぞ、それはそれで。ってなったら、キルバーンでいきましょう。いや、まずい。プレミがマジでやばい。闇の全力コンボいきます。ワンパン以外ありえねえ、マジで。さあ、ワンパン以外ありえないパズル&ドラゴンズ、よろしくお願いします。12コンボ。ナイス、落ち込ん？ワンチャンス？ちょ、マジ頼む。本当に頼む。頑張れ。マジ頑張れ。
いや強すぎー、持ってく。これ持ってけるの闇属性だけでしょ。これは闇属性最強。さあで11階層ウィジャスです。カイトの木が溜まってますのでワンパン狙うのは結構趣が深い。あーどうしましょうか。初手まずカイトは絶対打ちます。ただねダースベイダーも打っちゃっていいと思うんですよね。でルーレットどうせ消えるしね。それでダースベイダー打ちます、カイト打ちます。3コンボ加算あります。盤面4コンボです。いや盤面4コンボ組めないよじゃダメでしょう。まあ頑張っていきましょう。指も長いんでね、落ち着いていきます。まあ一応上か闇になるタイミングでいきましょう。まあこれでいいか。はい、これで10コンボですね。あ、あ、え？あ、ちょ、そう、3コンボ加算あるからね。10コンボですね。はい。おい、死のうだ、焦ったって今。はい、倒していきます。お、声と光じゃん。ただね、このタイミングで光になってもちょっと遅いんだよな。このタイミングの光はちょっと遅いかなって感じ。ただまあ、半分いっても大丈夫っていう保証が増えたから、ありがたいのはありがたいですね。いい感じ。ちょっとでも遅いですね、残念ながら。一応闇3セットで削りたいんですけど、さあどうだ、落ち込むくんな。ナイス、完璧で、これで一旦ちょい削り、からの闇のコンボで削ります。で、カイト打て突破かな。次盤面リフレッシュできますんで、盤面荒らされても大丈夫だし、そもそも荒らされてないから OK。 ロックはカイトがあるから痛くない。で半分時に闇ロックしてくるんですけど、闇ロック目覚めは全くとしてデメリットがないので、なんなら食らいたいですけど、落ち込んが怖い。ちょっと怖いです。いや、300はいかないはず。やばい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 。倒す？うん、それは全然 OK。倒しちゃう。火力高いですね、本当にこの編成は。倒しちゃうんですね。うわー、この人ね、初手倒すとまずいんですよ、実は。初手倒すとまずい感じの人で。ちょっと回復しながらチャコル打ちながら耐久って感じでいきましょう。さあ回復が2セット欲しいっす、正直。なんならもう1セット欲しいよ。ナイス、闇の2セット、いや3セットはまずいっす。まついです。あーっと、これはまずい、これはまずい、これはまずい。まあでも次プレーナーが消してくれるはずなんで、確か、うん、プレーナが消してくれるはずなんで、多分。いや、消してね、プレーナ、本当に。お願いね。まあ、突破時、ちなみに、ミストバーン使用、ミストバーンじゃない、ガロー使用負荷です。ミストバーンが溜まっちゃうんで、早打ちにここはミストバーン打ちますか。で、からのガロー打ちます。初手は全力って決まってるんで、このキャラは。さあこれでお願いします。ちょうど10コンボ、ナイス。これで頼むよ。いや、まあ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 、48点ぐらいの削り、ナイス。ルーレット、さあこうなってくるとカイトが重くなってくる。ただチャコルのループがあるから負けはしないんで、落ち着いて。さあナイス、闇3セットです。しかもなんか落ち込んで木まで入ってる、素晴らしい。13コンボ、これめちゃめちゃいいパズル。倒せ、ナイス、でかい。おっと、で闇目覚めはこのまま消えていきます。仕方ない、回復目覚めがやってくると。で初手は闇 2C で削ります。絶対闇 2C 以上組んじゃダメです。闇 2C 以上組むと人生後悔します。はい、まずはこれで半分いかないように調整で削っていきます。12コンボ、素晴らしい。さあカイトは打ちたくないので、打つならキルバーンかなと。いやー、ただガロ打つのには全然 OK なんだけどね。次ダースベイダー溜まるし、ガロ打ちましょう。ん、闇3セットは怖いもんね。ちょっとガロ打ちます。で半分いっちゃうとダースベイダー打てばいいんですけど、ダースベイダーは絶対残しておきたいので。さあこれで闇4セット、
いやー火力的には上がってるはず、さっきより。さあ12コンボお願いしますよ。お願いします、お願いします。ナイス、ミストマン最強。さあボス光かよ。じゃあ、あでもまあ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 ね、うん、カイトいらねえんだよな。だったらそうなんだよね、カイトのこの貯めてきたスキルが無駄になっちゃう。ダメージ無効スキルで、まあダースベイダー打ちたいんで、もったいないですけど、先ここでカイト打ちます。あでも3番エハンスいいね。コンボ加算とかはあんまりいらないけど、後半はルーレットが出てくるし、まあ、便利っちゃ便利か。初手できればカイトは打ちたくなかったんですけど、もうこの盤面なんでシャーなしでカイト打ちます。でミストワンも1回早打ちに打っちゃって殴りたいけど、ここでダメージ無効食らったんで、ダースベイダーからのキルバーン、闇4セットです。本当にこの編成火力は高いので、闇属性でかつ光見るとなればもう安心でしょう。でかつ回避記録もめちゃくちゃ安定してるんでね。はい、12コンボこれで十分火力も出せて、かつ殴れると思います。はい、いい火力、素晴らしい、マジで素晴らしい火力。さあ10コンボは76番面、76番面で半分まで削っちゃうとルーレットがめんどくさいんで、1ターン待ちます。チャコロのループが次溜まり直すので、チャコロもしっかり打ちましょう。76番面は絶対半分まで削らないで、まあ目安としてミリ残ればいい感じなんだけど、さあ落ち込んがちょっと怖いが、言うて闇2コンボなんで信じてはいますよ。おっと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 、強すぎ、勘弁しや、強すぎるだろ、なんでこんな強いね。ちょっと待てよ、まずカイト打ちます。とルーレットが闇に変わったタイミングでカイトとキルバーン、ほらいけキルバーン、ほらいで、10コンボ、まむずくね。ちょ待てよ、いや物は考えようで、ルーレットが火になったタイミングで話せば意外とむずくないけど、まあやってみるか。深い、このバズル深いです、めちゃくちゃ深い。13コンボおい、チャコル打ってないやないかい俺、ちょっとマジ勘弁してな。チャコル打ち合わせで許してください。ナイス耐久、はい、でからのもうミストバンショ、こんなガロは打たない、なぜなら落ち込んがなくなるから。さあルーレットがあります、まずいです。いやもう本当にルーレットパズルがいっちゃむずいんやから。まあもう上の闇が変わる瞬間に行くか、回復で行きますか。じゃあ上はもうゼラさん行きます。さあ頼む、これ一応6コンボあると思うんだよね。ナイス6コンボ、さあもう頑張ってくれ、もう頑張ってくれ、もう頑張ってくれ。ということで今回はカイトを使って4次元の攻略でした。いやちょっと危なすぎ。まあカイト自体はね、めちゃくちゃスキルのね、このランダム変身がおもろいキャラではあるんですけど、その分使い勝手がやっぱり難しすぎてね、なかなかちょっとね、最高難易度とかで環境リーダーに入ってくることはないかなと思いますが、キャラ性能としてはめちゃめちゃ面白くて楽しいキャラだしね、刺さってる場合は最強なんでね、ぜひよかったら使ってもらえればなと思います。はい、ということで今回はカイトを使ってみる動画でした。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。